観覧車とメリーゴーランド。神戸ハーバーランドモザイクガーデンにて、遊園地の遊具の定番、回転ブランコフィンランド、タンペレにある、サルカニエミ遊園地遊園地は、乗り物などの遊具を設けた施設。また、デパートなどの屋上遊園地を指すこともある。アミューズメントパーク、または、レジャーランドという呼び方もある。遊園地の中でも、ディズニーランドのように特定のテーマでいないの。 世界観が統一されているものをテーマパークと呼ぶことがある。ただし、この二つの区別、定義は明瞭ではない。経営主体は様々だが、高度経済成長期には、鉄道沿線人口の増加などを目的に、鉄道会社が経営する例が、日本では見られた。近年は、レジャーの多様化などで、厳しい経営を迫られている施設が多く、老舗遊園地でも閉園するところが増えている。 特色づくりに励み、新アトラクションを導入したり、逆に規模を縮小したり、あるいは、異業態へ転換する例もある。入園料のほか、使用する遊具代を別途支払う形態が多い。ある程度の規模以上の遊園地では、フリーパスを数千円で販売している場合がほとんどである。一方で、入園料だけで遊具を使い放題逆に、遊具代のみ発生する形態もある。動物園。 水族館、プール、スケートリンク、植物園、映画館、商業施設、温浴施設、ホテルなどを併設しているところもある。広い園内の移動手段として、モノレールなどを設置しているところもある。迷子センター、救護室などが用意されていることもある。遊具は、コーヒーカップ、観覧車、メリーゴーラウンドといった、ファミリーカップル向け、お化け屋敷といったサスペンス系。 一般的に、ジェットコースター、フリーホール、回転ブランコといった絶叫マシンがある。日本以外香港ディズニーランドユニバーサル、スタジオシンガポール日本日本。ありがとうございます。